持ちの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ653です。はい、今回ご紹介するのはですね、前回最後の方に、とあるシリーズっていうかね、とあるものを、全6回でご紹介しますと言っておりました。ということで、その第1回目ですね、が今回となります。で、今回ご紹介するものですね、まあタイトル見ていただいたらわかるんですけど、なんで今の時期って思う可能性があると思います。はい。まあとりあえず物をちょっと出さないとね。ということで今回ご紹介するのはこちら、チャンと。はい。セイントクロスマイス EX、ジェミニサガ、カッコ、サープリスっていうやつです。はい。なぜこの時期にこのやつね、紹介するのっていうと、動画の公開日付近がね、ちょうどね、お盆ということでね、そういう絡みです。はい。一応ね、タイミング的にはね、今ぐらいしかないかなって思う感じだったんでね、紹介していきたいと思います。はい。で、セイントクロスマイスシリーズの箱を紹介しているのって、シードラゴンカノンとか、あと、セイレンソレント、あとゴッドクロス、あの、ゴールドクロスのね、ゴールドセイントのゴッドクロス。あとは、あったかな？あまりね、紹介してないんですけど、一応今回はこちら。で、本当はね、セイントクロスマイス EX のゴールドセイントのゴッドクロスじゃないやつっていうのが、共通でこういうような箱に透明なクリアケースみたいな感じでズボってはまってるタイプなんですよ。じゃなくて、このね、紙オンリーになったのが、ゴールドクロスのアリエス・シオンが多分初めかな。で、その後にサープリスとか、あとゴッドクロス、あとシードラゴン・カノンとか、その辺がね、基本的にこういうような箱オンリーという風な感じになりましたね。はい。一応パッケージとしてはこんな感じ。で、あと側面。これオブジェ形態。そして裏。で、反対側。あとトップとリアとなっております。で、一応今回ご紹介するのはこちらの、先ほどちらっとお見せしたね、よいしょと。こちらのオブジェ形態。こちらの方の組み立ての方を今回ご紹介していきたいと思います。はい。ということで、こちらね、一回開けたことっていうかね、何回か開けたことあるんで、封は切ってあります。ということで、こちらの方からね、ちょっと開けていきたいと思います。では、レッツオープン。はい、先ほどの箱から出したのがこの状態となります。まあ、こちら、サガ本体ですね。で、このサガ本体が、前にご紹介した、ゴールドクロスの方のジェミニサガと頭部パーツの形状が異なってます。髪の毛の流れもね、確かね、逆になってて、表情パーツ自体が確か作りがね、こちらの新しいやつに切り替わってるはずなんですよ。で、髪の毛の流れ的には、前にご紹介したシードラゴンカノンのカノンと同じ髪の毛の流れになっているはずです。確か。そういう記憶があります。はい。以上、本体としてはこんな感じでクロスがバッと入っている。で、こちらの方が全部で3段ですね。1、2、3段となります。で、2段目の方に、これ逆じゃないよね。合ってるはずなんですよね。合ってるよね。一応こちらの方に表情パーツとかなんかちょこちょこちょっとね、これ手首ホルダー、これ手首ホルダーなんですよ、これ。セイントクロスシリーズにはなかなかなかったね、この手首ホルダーが入ってます。あと、クロスね。で、一番最後のところに、ここにオブジェフレームですね。こちらの方がこうやって収まってワンセットとなってます。で、このセイントクロスマイス EX のこのサープリスのジミニサガですね。こちらの方にマントが付属しないので、マント分だけちょっと足りないと。で、さらに、最初のね、ゴールドクロスのやつに比べて、初回限定版としてね、ギャラクシアエクスプロージョンのエフェクトパーツがありましたけど、そういうのもないと。で、その代わりについてるのが、ここの金色のこの探検ですね。これがついてるよという感じです。はい。ちょっとそんな感じとなってます。なので、今回一応使うものとしては、オブジェフレーム、まあオブジェフレーム、あとクロス本体のみとなりますんで、サガと他の表情パーツ、そちらの方はちょっと使わないので今回出しません。ということで、使用するパーツのみをいつもの通りここにバッと並べていきたいと思います。で、まあ、いつもの通りね、大体中央部分にオブジェフレームとかね、中央部分のパーツを置いて、あと、こっち側に右、こっち右のパーツ、こっちに左のパーツ、みたいな感じで並べていきたいと思います。はい。パーツ一式並べたのがこの状態となります。一応、ここですね。ちょっと手の甲の部分がちょっとこっちに入ってますけど、このあたりですね。このあたりからこっちが一応右のパーツ。これもね、こういう感じかな。こういう感じで
こっちが左のパーツ。一応真ん中にあるのが中央部分と奥にあるのがオブジェフレームの中核部分ですね。となります。はい。一応説明書の方をちょっとざっとお見せすると、ザー。はい。まあ一応パーツ一式。あと、これが付け方ですね。で、こっからオブジェの組み方。で、ここにこんな感じでね、オブジェフレームがこうやってあって、まあ一応説明書がこんな感じ。まあ、黒いですよね。まあそれはね、いいんですけど、これから組んでいきますが、組み立てるときに注意しなきゃいけないのが、オブジェフレームの方の指ですね。これ。こう見ていただくと、一本ね、こんな感じで指差してるやつとか、こういうような手首とかね、こうグーになってるとか、こうですね、こういう手首とか。いうのが、前面側から見てって、こういう風に全部形決まってるんで、ちょっとね、その組み方間違えると、ちょっとね、めんどくさいことになるんでね、まあちょっと要所要所やりながらいきたいと思います。はい。ではですね、これから、じゅんぐりじゅんぐり組んでいくんですけど、まあ中央部分ですね、一番わかりやすいところからいきたいと思います。まず、よっこいしょ。これ中央部分。この中央部分のパーツ。一応、後ろに穴が開いててっていうか、わかりやすくはなってます。一応、まあ、首元っていうか、このところになんかね、ジェミニのマークなのかなみたいなのがここにあります。これが一応前面。まずここに、いつものね、腹部ですね。腹部のパーツをこう入れて、後ろ側から蓋をすると。はい。これでとりあえず付け完了。で、これができたら、今度上半身ですね。上半身の部分を、まあこれも同じようないつもの感じで付けてあげる。そして後ろ。これがそのままじゃ開いちゃうんで、開き止めのパーツを付けて、まあ固定してあげるという感じですね。まあ、この固定用のパーツ、これがいつものマントの固定パーツで、それを外してマントつけるみたいなやつの、これのサープリス版って感じかな。なので、このパーツを外して、ゴールドクロスの方のマントをつけようと思ってもつけれません。形状が全く異なってますんで、つけれないです。はい。一応こんな感じで、ここの部分は完成ですね。で、これできたら、大体ね、いつものやつって、これに腰アーマーつけるんですけど、この下のね、ベースみたいな。ここに、こいつとこいつを合体させてから、腰アーマーをつけるという感じですね。はい。まあ一応それでいいと思います。で、一応こちらが、腰パーツの中央部分、これの開き止めを外します。これちなみにプラスチックなんで、多分ね、下手にあったら折れます。で、中央部分が開いて、この後ろの今ね、親指で触ってるこの突起と、こちらの後ろのね、ここにある穴、これを噛み合わせて、閉じるという感じですね。よいしょと。こんな感じ。で、先ほどね、これ合体させないとって言ったんですけど、これ、こうなんですよね。なので、合体させようがさせまいが、腰アーマーは、上のこっちにくっついちゃうんでね、これ後でも先でもどっちでもいい感じですね。で、これができたら、このね、開き止めパーツを、ここのところに、まあ、こうやって差し込みますよと。はい、こんな感じ。そして、このサイドアーマーですね。サイドアーマーが、ここら辺の溝とかにしっかりはまるような感じに作られてますんで、こうやってパッチリ、こう、くっつく感じですね。はい。で、これできたら、今度はあと前面と後ろの部分に、フロントアーマーとリアアーマーをつけてあげると。一応フロントアーマーをちょっと先につけちゃうと、これをここにエイトつけて下げる。こんな感じ。はい。こちら側、ちょっと派手なやつ。この派手なやつが前面。で、後ろの方に、このね、若干シンプルめなやつね。これを、このね、アームをね、ちょっと起こしつつ、はい、このようにつけて下ろすと。はい。これで、はい。フロントアーマーとかね、腰アーマー関係、こうやってついた。で、これできたらもうね、あの台座の方に、さらに台座があるんで、こちらの台座の方に、これをね、もうつけてしまうと。で、ちなみに穴がね、穴と、あの、差し込むためのポリ、穴のポリと差し込むピンとかが黒くてね、非常に見づらいです。組んでて非常に大変です。で、先にこうね、あの、メットパーツつけちゃってもいいんですけど、まあ、とりあえずね、この両サイドの腕部分つけなきゃいけないんでね、これはもうめんどくさいから後にします。はい。以上、こんな感じ。こんな感じで、まあ、中央部分が完成となります。
ということでね、次腕関係を作っていくんですけど、まずね、腕フレーム A と B っていうのがあるみたいなんで、まあ、その A の方から組んでいきたいと思います。でその腕フレーム A っていうのが、ね、組み合わせとしては先ほどのね言ったあのなんか指差しだのこうだのって言ってたやつの、まずグーとちょっとこういう手のやつ、これが組になってるみたいなんで、それを用意します。ということはこちらですね、これが先ほど言った手首、この形の手首とこちらグーですね、これです。これを用意すると、これが左パーツですね。なのでこちらの方につけていきます。でこちらの方もまずグーの方がいくんですけど、グーとねこっちのやつはね実は地味に形状が異なっているんですけど、ちょっとこう伸ばして、こう伸ばしまして、こちらの方が2段階こことここで外れるという感じですね。でまず一旦ちょっとこちらで外して、ここの部分に、こっちは一緒なんだ、こっちも同じような感じで外れるですね。同じ形で外れるんで、まあ、とりあえずこっちからやっちゃいますね。あ、なのでこっちの左のフレームのやつと右のフレームではちょっとね形状が違うんで、ちょっと組み方が異なるという感じですね。まずこちらこうやって外したら、ここの部分にまず二の腕、はい、これじゃない、これだ、二の腕アーマーをここに入れると。で、これでいいんだよね、向き。これをここにギューッと差し込んで、で今度腕アーマーをここにギュッと入れると。でその際ここのところね、ちゃんとスライチになるような感じでこう出してあげて、で先ほど外したこのパーツをこうやってね形状を合うように差し込むと。はい、そしたら今度ここの部分でこう外してあげて、ここの部分ね、こいつとこいつの間、この間にこの、膝アーマーというかすねカバーって書いてますね。これと左、この右左の区別はこの内側ですね。こちらの内側、この内側に今ライン2本入ってると思うんですけど、このライン2本が左になります。一応左をこれ用意して、ここの部分にこうですね、このような形状で合わせてこいつを入れると。でこれもこうじゃなくて、今これ親指がね画面側向いてるんですけど、これが逆でこうなると、こう入れると先ほど入れたこのすねカバーですね、これとこの辺のカーブラインが合ってくるんで、これでぴったり入ると。そして今ついてないですけど、こう手首というかこの手の甲、こちらもちゃんと左ですね、左の手の甲のパーツをここにギュッと入れると。はい、これでこっち側が完成します。なので今度こっちですね、こっちはこれの逆バージョンになるんで、まるっきり同じ組み方になりますね。なので、ささっとちょっとやっちゃいたいと思います。はい、反対の方もやりました。で今度こっちが右のやつを使います。でここの手の甲のパーツも右、それを用意してつけますという感じですね。これで一応腕っていうかね、あの左側の方のオブジェフレームの組み方はこれで完了となります。なのでこれちょっとこの辺にねもうちょっと投げときまして、今度反対側のこちらですね、こちらの方をこれから組んでいきたいと思います。でこちらが先ほどねここの上の部分を 1,2 段階で外しましたけど、今度はここ1個とここで外れるんですよ。これがちょっと違うっていうのも、使うのが先ほどは二の腕アーマーと腕とあとすねカバーの3点だったんですけど、今度ね太もものアーマーと、スネアーマーですね、まあ、膝っていうかね、そこのアーマーを使っていくんで、まあ、組み方がちょっと違うよという感じですね。で今こう外したここの段階、この段階に、まず太ももアーマーですね、太ももアーマーをここに、まあ、ドスッと差し込んで、でこちらの方をここに戻すと。で戻す際に、まあ、先にねつけちゃってもいいと思うんですけど、この今指差してるここの部分に、こう膝のアーマーですね、この丸っこいやつ、これをここに差し込みますよ。はい、こう差し込んだらここの部分によいしょと、こいつをここに差し込んであげて、まあ形状としてはこんな感じかな。そして先ほど外したこいつをここの部分に、これがね確かカチッとはまるはずなんですね。こんな感じでピッチリはまります。で今使ってるのって
足関係のパーツだけなんですけど、ここにね忘れずにね、あの手の甲のパーツをねつけなきゃいけないんですよ。これ左バージョン、こうつけないとここの部分がちゃんとねつるんとならない。こっちまだ組んでないですけど、ここにアーマーついてきて、こうやってね変な溝が残っちゃうんで、ここも忘れずに、膝アーマーじゃないわ手の甲のアーマーをちゃんとつけるという感じですね。なので組み方はこっちと一緒なんで、反対側の方も、ささっと組んじゃいたいと思います。はい、組み立てたのがこの状態となります。でこれができたら、今度こう先ほど組み立てた側の中央パーツですね、これと組み合わせていくんですけど、まず一応こんな感じでねちょっと準備しまして、でこれをねこのままつけようと思ってもつかないんですね。というのも、この中央部分の今この下の部分にあるこいつがね本来上になるんで、これをねこう向けなきゃいけないですよね。こう、そして腕っていうかねこれを根元の部分でちょっとひねってあげて、ここで曲げるという感じですね。こんな感じかな。でこの状態で初めてこいつとこいつを合体させることができるというふうになります。であとこれの開きっていうかね、それと腕のこの曲げ、これはちょっとこの時点でちょっと調整してあげる。で反対画面右側、あ左側でね、こちら腕としては右側っぽいんですけどね、これも同じですね。これも根元の部分、これが今こうなって下向いてますよね。なのでこうなるように持って、ひねってひねって曲げて曲げてって感じかな。こんな感じ、こうできたらまた先ほどと同じような感じで、このね部分にこう差し込むと。はい、で差し込んだらまたこうやってね開きをちょっと調整して、こうやってこんな感じで展開するようにすると。はい、でこれができたらですね、ここに肩アーマー、これも内側だね、この内側の部分にここですね、これ多分見えないと思うんですけど、あ見えるかな、これ L って書いてるの見えるかな、これが左側になるんで、一応こいつをねこいつを中央として、ここは左になるんで、ここの腕フレームのところについてたここにピッとつけた、そして畳むと、まあ、こんな感じかな。反対も同じような感じで、これをねここの部分にこうつけてあげて、肩アーマーまで完成。そして最後に頭部ですね、頭部というかこのメット、これをつけていきます。でこれが向きが一応決まってて、このねマスクというかこの顔が見えるわけですね、これが、画面でいう右側、こっち側ですねになるようにして、こいつをここに取り付けると、こんな感じ、これで完成ですね。全体的に黒くてね、ディテールっていうかね、その辺がちょっと見えづらい部分は、多少というかかなりあると思います。ですが一応出来としてはこんな感じ、ちょっとね飛んじゃってますけどね、一応こんな感じでディテール細かく入ってはいるんですけど、ちょっと見づらいよね。で一応見方としてはこうらし、あこうじゃねえよ、こうでいいね、こっちにこの側面にこれ顔があって、この反対側こちら側にも顔があるという感じですね。まあこれが善と悪らしいんですけどね、確かね。で、今ねこうやって見ていただくと分かると思うんですけど、ここが顔だよね、で裏にも顔ありましたけど、左手がねちょっと短くて右手がね長いっていうね、その逆に今度後ろ側が、こう後ろ側がこう見た時に今度右手が短くて左手が長いっていうね。というのもセイントコルソのマイス EX の素体の関係で足が長くなってるんで、どうしても組むとこんな感じになっちゃうんですよね。なので統一させるんであれば、こっちの前面側、こっちの前面側のこれに合わせてこっちを腕アーマーで組んで、裏のやつを足アーマーで組んであげるみたいなね、そんな感じで統一してあげると、手の長さがねばらつきがね右と左でね長さ違うっていうことはなかったと思うんですよね。で旧マイスですね、セイントクロスマイスの方 EX じゃないですね、そちらの方だとオブジェ形態だとねそこまでね変にバランスは悪くなかったみたいなんですけど、ちょっとねこの EX になると、この足の長さと腕の関係によってちょっとねこのオブジェ形態組んだ時のちょっとしたバランスがね、気になる方もいるみたいです。まあ確かに組んでみるとね、いやちょっと長さ違えなっていう気もするんですけど、まあこれはこれかなっていうね、
まあ、なかなかいいんじゃないでしょうかという感じですね。で、さらに言ってしまうと、通常のね、通常のゴールドクロスの方と、流用パーツが基本的に一切ないので、まあ、部分部分のね、トゲトゲしさとかね、そういうようなやつも、まるっきり新規になってるんで、まあ、同時に並べることがある方は、まあ、見ていただければと思うんですけど、あと、私の過去の動画を参考に見ていただくと、まあ、全く異なったイメージにはなるのかなと思います。ちょっとね、これだと黒くてね、反射でこうやって見たところでちょっと見づらいところは非常にあるんですけど、これはこれでこういうような、サープリスとしてのね、魅力があると。で、サープリスのやつって確かね、このオブジェ形態になったっていうのがね、漫画の解説にはあったかもしれないですけど、原作とかでね、そちらの方はなかったみたいなんでね、まあ、ある意味これが初に近いのかなっていう感じでしょうかね。はい。まあ、旧枚数も出てましたけどね、一応こんな感じ。で、まず今回はこの、セイントクロスマイス EX のジェミニサガサープリス、そちらの方の、オブジェ形態、こちらの方の組み立ての方を、紹介していきました。ということで次回はですね、こちらの方一旦全部バラして、素体となるね、ジェミニサガ、サープリスの方に、組み立てていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。バーイ。